はい、どうも、コミです。いや、久しぶりですね。ちょっと最近動画撮れてなかったんですけども、ドイツね、結構新型コロナがやばくてですね、広がりが。僕もそれをもらっちゃいました。でもちょっとね、最近それで休んでたんですけども、1週間ぐらいね。体調も戻ってきたので、復活していきたいというふうに思います。いや、その間にね、アップデートなんかがあって結構盛り上がってったんじゃないかなというふうに思うんですけども、自分も、ちょこちょこね、タイミング見ながら、そのアップデート後の環境を楽しんではいたんですけども、動画上げられなかったんですが、いくつかね、その中で発見したこともあったりしたんで、それを今日はお話ししていきたいというふうに思います。まあ、もういろんな方がね、動画出しているので、もう結構いろいろ学ばれてる皆さん多いんじゃないかなというふうにも思うんですけども、まあ、それとあんまり今なるべく被んないようにしながら上げていこうかなというふうに思ってますんで、ね、僕の動画の方も見てもらえたらというふうに思います。ですね、今日まず見ていきたいのは、なんといっても今これですね、シュータースーパードラゴンがやばいぐらいに強いというのがあって、それをね、見ていくんですけども、とはいえね、なんかこう動画で見るのとやるのじゃ全然違うじゃないですか。なんかやると案外うまくいかねえぞみたいな風に思ってる方多いんじゃないかなというふうに思うので、まあそういう場合にちょっとね、見直してもらいたいポイントというのも今日は、重点的にお話ししていこうと思います。動画3本出していきます。リプレイかな、リプレイ3本ですね。で、まあ、そもそもこのシュータースーパードラゴン、どういう戦術かっていうと、これね、フレームシューターだっけ、新しいこの突破兵器、こいつを使って、どこか一区画を潰す、まあ、ここかここかここかここだよね、潰すって言ったら。で、まあ、大体タウンホールがね、今は狙えちゃうので、そこを潰すのが一番、まあ、ベターな方法なのかな、一番効果が高いと思います。で、ね、こんな形でシューターでタウンホールを狙っちゃって、狙ったらここを潰し終えてから、ドラゴン、確かこっちからかな。スーパードラゴンね。スーパードラゴンをガーッとこう流していく。キングとクイーンは外周を歩かせるっていう感じのパターンですね。ここをキング、クイーンでこう削っていきながら、ドラゴンたちのルートはここと。いう感じね。で、持っていくっていう、まあそんなようなパターンの攻め方になるわけなんですけども、これね、この形が決まると、大体まあ確かに全開になるなっていうふうには僕も思ってます。まあこれからタウンホールそう簡単にね、シューターで壊させないような工夫は出てくるんでしょうけど、まあ当面これですね。圧倒的にこれかなっていう気がするんですが、ただね、見てもらいたいのはここ、中央部分のドラゴンの動き、これをね、ミスっちゃうと意外と脆いです、スーパードラゴン。まあ、脆いは言い過ぎかな。だけども、気がついたら全部いなくなってるっていうケースが、ある方っていうのは、ちゃんと、今ね、この秘密のアタック、この真ん中の壁の区画、ここね、ここに、全部のスーパードラゴンがほぼほぼ集結してるの分かりますかね。この形が作れてますかっていうところです。これ、ドラゴン戦術全般そうなんですけども、ちゃんとドラゴンたちが真ん中に集まっていってくれて、で、まあ、この辺だね、こういうところ、こういうところ。このアーチャークイーンとかが外周今これぐるっと回ってんじゃないですか、ここね。こいつが届かない範囲を全部ドラゴンが潰してくれることっていうのがめちゃくちゃ大事なんですね、この戦術やる上では。で、それができていないと、最後アーチャークイーンが壁の中の防衛殴れなくて、それがシングルインフェルノとかだった場合には終わっちゃうとかね、もういうケースが結構あります。なので、うまくいかない方はまずね、ここを見直してもらった方がいいかなっていうふうに思います。今の姫さんのパターンって、ザクッとね、プランを書くだけ書くと、ここを潰す、この一層ね、ここは全部、キング、クイーンで潰すんですね、ここは。潰していきながら、この範囲にドラゴンたちを入れていくわけですよ。スーパードラゴンをね。こんな感じで。入っていって、で、ロイヤルチャンピオンをここから刺していくんですね。この部分から。そうすることによって、ここを潰していく。なので、でドラゴンたちが、外にこう広がらずに、ちゃんと真ん中に誘導されるっていう形を作ってるんですね。これかなり鉄板です。キング、クイーンをこっち側に歩かした場合に、ロイちゃんを、なんていうのかな、ドラゴン出した対角線上っていうのかな、こっから刺していくんだよね。そうすると、この部分潰せるんで、ドラゴン出しが、それることなく中に入っていくというね、パターンを作ることができるので、こんな形で基本運用していくといいと思います。で、呪文に関しては、レイジア、ヒールですね。まあ、僕、ヒール1枚積む派なんですけどね、ここは多分、相手のその防衛がシングルインフェルノ多めだったりした場合には、スケルトンの方がいいかもしれないですね。というのはマジで思います。スーパードラゴンって、コスト40枠あるので、いっぱい積めないんですよね。なんで、本来ヒールの輪の中にユニットがいっぱい入る場合って、すごく恩恵が
あるわけなんです。一体一体に対する回復量がすごいヒールって多いから、いいんですけど、じゃあ、ユニット10体いて、それぞれ2000回復するって2万じゃないですか。5体だったら1万になっちゃうんですよね。ヒールの呪文の効果が最大化できなくなっちゃうんですよ。ユニットが少なければ少ないほど。で、スーパードラゴンってドラゴンに比べても数がどうしてもやっぱ少なくなりがちなので、なりがちってか絶対なっちゃうんですけど、少なくなるので、このヒールの呪文効率ってあんま良くないんですね。なので、特にシングルインフェルノなんかがあって、なおさらヒールの効果、恩恵受けにくいような配置の場合っていうのは、もう特にスケルトンにした方がいいと思うし、今回みたいに中央ね、こう、これ僕のアタックですね、同じようにタンクホール壊して真ん中に投石マルチがこうね、あったりする。こういう場合には、ここにヒール打っていくと結構、スーパードラゴンが長持ちしてくれて、最後まで伸びてくれるっていうね、それが期待できるような形を作ることができます。まあ同じですね、この攻めもね。タンホールをやっぱね、壊せるのがでかいですよね。タンホールを壊してから、キングクイーン逆ね。キングクイーン逆サイドを歩かせていって、こっからスーパードラゴン。こんな感じですね。真ん中でヒールを炊く、レイジを炊くって感じ。で、今回僕はもうスーパーボールブレイカー使って、こっちの、9時方面の壁の中にヒールを流し込んでいこうっていう風にしました。まあ、外周歩かしてもいいんですけどね。相手のクイーンがいたりするんで、これ、ババキンで殴り倒した方が、まあ、早いかな、みたいな感じですね。で、中央部分はドラゴンたちが、レイジの輪の中でこう暴れているんですけども、ヒールのタイミングね、測っておきます。投石のダメージある程度食らったかなとかね、この辺からのダメージこう食らったかなっていうところら辺で、ドラゴンが密集しているところに対してこうね、ヒールを打っていきます。こうすることによってドラゴンたちの体力が回復していくと。まあ、最低でもね、3体ぐらいはヒールの輪の中に入らないと、ヒールもったないですね。1体しか入んないようなばらけ具合だった場合にはヒールは、まあ、あんまし使わない方がいいかなっていう風に思います。うん、だからその3体ぐらい入れれる距離感にドラゴンたちを集めることができるかどうかですね。この真ん中のここに集めれると思ったらこの真ん中にヒール打っていくし、集められないと思ったら、もう素直にヒールを諦めて別の呪文に変えていった方がいいですね。フリーズとか、まあ、スケルトンが無難かなと思いますけども、まあ、これができるとこう圧倒的な数のドラゴンが残るわけですね。これは気持ちよかったな。綺麗に決まりましたけども、まあ、タウンホールがやっぱね壊せちゃうとだいぶでかいですね。はい、という形を作っていくっていうのがポイントですね。とにかく真ん中にドラゴンを集める。そのためにシューター使って、キングクイーン使って、で、さらにロイちゃんも、使いながら、どんどんドラゴンを内へ内へとね、こう誘導していく。まあ、そんなような運用の仕方っていうのがいいですよっていう話ですね。ラスト1本見ていきましょう。これ僕のコケアタックかな。どこだっけな。自分のコケアタックを見てほしいんですけど、これ。で、今回はですね、持ってきませんでした。ヒールの呪文。なんでかっていうと、真ん中イーグル砲があっても、おそらくこの辺に罠がいっぱいあるんじゃないかなっていう風に思ったんだけど、まあ、確定で別に、空罠ががっつりあるわけではないっていうことと、まあ、ちなみにこれシューターじゃないですね。シューターじゃなくて、このね、スパーウィズもどうなのかなと思ってやってみたけど、まあ、やっぱね、このような形の場合はシューターの方がいいですね。タウンが残っちゃってね、結局ロイヤルチャンピオンを当てて、タウンだけ取るみたいなね、アホなことをしちゃいましたけども、あともう一個。ここのね、幅がね、意外にこう広くなっちゃうなと思ったんですよ、これ。広がっちゃうので、で、おまけにここにキングがいるじゃないですか。キングロイちゃんとかがいるから、ヒーローたちもこう出していってもね、ここでキングクイーンがあんま伸びないと思ったんですよね、こっち側で。なので、ドラゴンも広がっちゃうから、ヒールの使い場所も難しいなと思って、今回ヒール持っていくのやめました。で、最終区間ここがね、シングルインフェルノになってるんで、投石やまあシングル、この辺のターゲットを最後、まあ、スケルトンで取った方がいいかなと思って。呪文の構成そんな感じで選んだんですが、まあ、全てはこのねロイヤルチャンピオンをここで使っちゃったことがもう大誤算でしたね。このおかげで前回逃したと言ってもまあ過言ではないというか、まあ、まさにそれなんですけどはい、というところなんですけどね。ですね、形はまあ悪くないと思うんですよ、ここまで。ロイちゃんがいないことを除けばね。で、ドラゴンたちっていうのは、まあ、今のところは密集していってくれてるけど、真ん中のこの辺でやっぱねヒールの使いどころがねないんですよね。わかるかな、こんな感じでこうバラ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 散っていくんですよ、横一列に。これすごいねヒール使いにくいんですよね。まあ、レイジの代わりにここにヒール置きゃ良かったのかもしれないけど、こういう風になってくれるんだったら、まあ、だけどなーっていう感じ。この中でこの中心部分でヒールを炊ける自信があんまなかったですね。はい、エアスイーパーも効いてたし、逆にその部分のスケルトンを持っていくことによって、これ本当はねロイヤルチャンピオンをこの辺から
やーって出してでその辺まで全部やーってやるつもりだったんですけどここでやられちゃったっていうね、まあ、それが大誤算でした。まあ、キュートン持ってるんでシングルインフェルノのターゲットを取って裏側からねこっちの方を全部潰していくみたいなあのプランではあったっていうところですね。ただまあ呪文の使い方としてはそんな感じかなっていうふうに思います。この中心部分にしっかりとユニットを誘導できる、かつシングルインフェルノがあんまりないよっていう場合にはヒルの呪文じゃない場合にはもうスケトンの呪文を持っていってターゲットを散らしてあげる。よく昔からそのインドラドラゴンライダーのスケルトンとかって見たことある方多いんじゃないかと思うんですけども、まあ、運用としてはそれにまあほぼ同じですね。あのドラゴンってそのディガホグとかあとバルーンとかああいう小粒系と言われるまあ中級中量級のクラスっていうのかなのユニットに比べてやっぱりね数持っていけないので、あの下手に回復呪文で回復させるっていうよりはあのスケルトンでダメージ受けないようにする、フリーソスケルトンを使ってダメージをもう受けないようにしちゃうっていうのが割と鉄板なのでね、あの過去からずっとそういうような動画っていっぱいいろんなところで上がってるのでね、ぜひ、その辺も参考にしてもらってスケルトンの呪文の使い方覚えるとこのスーパードラゴンに対してもいい感じにこうアバサって使えていくんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は復帰第1発目ですね。2週間ぐらい空いちゃったのかな、ちょっとね、だいぶ間が空きましたけども、これからね、またレギュラーペースに戻して、2日に1回どんどん動画上げていきますんで、こんな形でですね、クラン体制の解説系の動画、いいなと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、改めてですね、最後までご視聴ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。